時刻は朝6時。ここは和歌山県の那智勝浦町、紀伊勝浦駅です。これから始発のバスで那智大社へと向かいます。こちらに停まっているのが今回乗車するバスです。このバスは熊野御坊南海バスの31系統那智山線で、車両は日のレインボーです。この車両はバリアフリーに対応し、なおかつ安価であったため、発売当初から全国の路線バスで使用されてきました。毎度ご乗車くださいましてありがとうございます。このバスは那智行き大門坂経由走行中、安全輸送のため確認故障を行います。車内事故防止にご協力ください。次は勝浦宿前です。降りの方はお知らせください。停留所で下車しました。ここまでの運賃は430円で、支払いは現金とペイペイが可能です。ここ大門坂は世界遺産熊野古道のうちの一つ、中辺路にある坂の一つです。非常に有名な坂で、多くの観光客が足を運びます。現在時刻が朝の7時ということもあり、人が全くいなく、観光には最高の状況になっています。ここが大門坂の入り口です。熊野古道を含む世界遺産紀伊山地の霊場と参詣道は、2004年にユネスコの世界文化遺産に登録されました。熊野古道には計7つの道があり、今回はそのうちの一つ中辺路に来ました。中辺路は和歌山県新宮市の熊野早玉大社から熊野那智大社、熊野本宮大社を通り、和歌山県の田辺を結ぶ全長 84km の道です。そしてこの大門坂は熊野古道のかつての面影を最も色濃く残している道で、坂の部分は全て石畳となっています。この石畳はこの地域が非常に雨が多いことから敷設されました。そしてこの坂を登ると、熊野那智大社と那智三聖願渡寺があります。熊野那智大社は近くにある那智の滝を神聖なものとしてできた神社です。那智三聖願渡寺は天台宗の寺で西国33所の第一番霊所となっています。西国33所は日本で最も歴史がある巡礼で、近畿地方と岐阜県にまたがった33の霊場を巡礼することで、現世で犯したあらゆる罪が消え、極楽往生できるとされています。令和元年度に文化庁の日本遺産に、1300年続く日本の就活の旅、西国33観音巡礼として認定されました。そしてこちらが那智の滝です。聖願渡寺の境内から見ることができます。太平洋も見ることができます。では那智の滝を見に行きましょう。現在は熊野那智大社ではなく飛龍神社の境内となっています。那智の滝は国の名勝に那智の大滝として指定されています。この滝は総合落差としては日本で12番目ですが、一段の滝としては落差日本一です。それでは那智勝浦駅に戻ります。那智の滝前停留所から先ほどの熊野御坊南海バスに乗ります。運賃は630円です。発車します。ご注意ください。
地下通路駅に着きました。ここからはまた JR に乗ります。次の目的地は大地です。から少し歩いて到着した。ここは道の駅大地です。ここでは大地の名産マグロやクジラを使った料理が食べられます。ただしランチの営業時間は11時からです。今回は大地駅11時27分発の電車に乗らなければいけなかったので、コロッケしか食べられませんでした。近くにはクジラのモニュメントもあります。それではまた JR に乗り、今度は串本町に向かいます。天然記念物に指定されており、吉野熊野国立公園に属しています。大小40ほどの岩が850メートルほど連続してそそり立っています。これは海の浸食によって岩の硬い部分だけが残り、橋の杭のように見えることからこの名が付けられました。橋食い岩を通して見る朝日がとても美しいため、日本の朝日百選に選ばれています。ということで串本駅に到着です。ここからは串本町営バスに乗り、本州最南端の
の潮岬を目指します。ここが本州最南端の潮岬です。ここから南は太平洋で、南にまっすぐ進んでいくとインドネシアのパプア島にぶつかります。この岬からは太平洋を航行する貨物船が多く見られます。それでは串本駅に戻ります。ここからはひたすらに電車に乗り、今日の最終目的地である大阪に向かいます。ということで串本駅に戻ってきました。ここからもまた JR に乗り北上していきます。危ないですから黄色い展示ブロックまでお下がりください。一番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。一番乗り場ご注意ください。列車が到着いたします。大変危ないですので黄色い展示ブロックまで下がってください。
13時59分発普通北田辺駅です。ということで1回目の乗り換え駅の北田辺に到着です。先ほど紹介した熊野古道中辺地はここ田辺が終点になっています。
ということで、和歌山県の県庁所在地、和歌山市の和歌山駅にやってきました。串本からおよそ4時間の乗車でした。ここからは最後に阪和線の快速で一本天王寺に向かいます。串本から5時間半、大阪府大阪市天王寺区の天王寺駅に到着です。今回の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価お願いします。次回もお楽しみに。